おはようございます。本日もよろしくお願いをいたします。これまでの市政運営に対する自己評価ということについてでありますが、その前にただいまは大学議員からこの約4年間近くにわたる私の実績などにつきまして詳細なご説明をいただきますとともに、過分なるお褒めの言葉をいただき心からありがとうございます。私といたしましては特定の地域や特定のことに偏ることなく公平公正平等に市政運営に努めてきているつもりであります。私のマニフェストには89項目102の事業が具体的な取り組み目標として記載されております。私が市長に就任後毎年このマニフェストの実施状況を A から B、D の4段階に分けて集計しております。 A は順調、進捗率が 80% 以上、 B は概ね順調、進捗率 60% 以上、 C は遅れ気味、進捗率 30% 以上、 D はその他、進捗率 30% 未満であります。これを平成24年度で見てみますと A と B、 つまり進捗率 60% 以上の事業などは75項目となり73.5% となります。これに C、 つまり進捗率 30% 以上までを加えますと85項目となり 83.3% となります。また D、 つまりこれまでの進捗率は 30% 未満であったものの中には今年度で達成できた、あるいは達成できる見通しの例えば市民スポーツフェスティバル、あるいはあったかスマイルバンク事業なども入っておりますことから、これらを仮に加えますとひいき目で見させていただければ平成25年度中には全体のマニフェストの進捗率は 85% にはなるのではないかと見込んでおります。マニフェスト項目の中には下津賀総合病院の新築建て替えの問題や公共交通の確保という観点からのリバウンドタクシーやコミュニティバスの導入といった大きな事業も入っております。このうち下津賀総合病院の問題につきましてはご案内のとおり3病院統合、新法人による病院経営の一本化というより進化した深まった計画へと発展し、本年4月1日に発足した新法人である一般財団法人栃木メディカルセンターによって新病院建設も間もなく始まろうとしております。また公共交通の確保という点については倉田区ふれあいバスともに来年度からの本格運行に向けて現在順調に試行運行を続けております。さらに市民自治の基本となる自治基本条例につきましても市民の皆様や議員の皆様の熱心なご討議を経て当初の予定通り平成24年6月に無事制定され、新生栃木市の憲法として今後のまちづくりの指針として位置づけられたところであります。次にマニフェスト項目には入っておりませんが、新生栃木市となってから新たに生じてきた課題や問題もいくつかありました。まず第一に福田屋百貨店撤退後の市役所移転問題であります。この問題は現在建物1階の商業施設の入居問題も加わり新たな課題となっているわけではありますが、新生栃木市のシンボルの一つとしての市役所が市内目抜き通りの中心部に移転することによって街づくりの拠点としての位置や機能を備え、また中心市街地の活性化にも必ずやつながると考えております。第2に岩船町との合併が正式に決まったことを挙げないわけにはいきません。佐野市との合併協議がほぼ終了し、
新市まちづくり計画も県に提出され、あとは県から了解が得られれば合併協定書への調印を待つだけとなっていた岩船町に、まさに劇的な展開によって栃木市との合併に舵を切っていただけたことは本当に良かったと思っております。岩船町民の皆様は最後の最後で栃木市に期待をして栃木市を選んでいただいたわけでありますから、栃木市は何としてもこの期待に応えていかなければならないと考えております。第3に渡良瀬遊水地がラムサール条約登録地となったことであります。遊水地の 71.2% を占める栃木市、とりわけ藤岡地域の皆さんにとってラムサール条約登録地となることが遊水地の治水機能にどれほど影響があるのかが不安であり心配であったことはよくわかるだけに、その不安や心配を乗り越え湿地を守り活用していくことこそが治水機能にもいい影響を与えるというご理解をいただけたことは大変素晴らしいことだと思います。雨降って地固まるとはまさにこのことだと思います。第4に開門町地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されたことであります。このことは今後栃木市が歴史と文化の町、蔵の町として観光振興を図り、多くの人々にこの地を訪れてほしいと願う者にとってこの上ない朗報でありました。第5に中根産業団地を早期に造成し早期に販売できたことであります。これは本市の産業基盤の充実を図る上で幸先のいいスタートが切れたと思います。以上を踏まえて僭越ではありますが市政運営の自己評価をさせていただきますと、新生栃木市の最初の4年間としてはまちづくりのための最低の土台づくりはできたかなという思いはあります。事務事業一元化の効果を見ても各地域でばらつきはあるものの、いずれの地域でもプラス面がマイナス面を上回っており、合併の効果は出ていると考えております。しかし他方ではマニフェストにおいて提唱している産業交流都市構想、産業基盤の充実、インター周辺開発、栃木駅北口をはじめとする市内中心部の遊休地の利活用、各地域の懸案事項の解決等々はまだ序についたとは言えません。これらを総合して考えるとまちづくりの土台づくりはできたといっても、その割合はせいぜい 30% 程度ではないかと思っております。新生栃木市のまちづくりはまだまだこれからでございます。そのように自己評価をさせていただいております。